どうかお二人ともですね、日曜日の非常に好きなゆとりのある、これからの人生ですね、過ごしていただきたい。それが3年を卒業した宿命と思って一つ聞いていただきたい。それともう一つ、まあ、これはもう本人多分言うだろうと予測しておるんですが、実は卒業の日にクラスみんなに、まあ、お二人にも来た言葉なんですけども、いろいろな世間の波というんですかね、まあ、波が家族を守っていかないといういろいろなプレッシャーあるかもしれませんが、この一言で過ごしていきたいと思います。けせらせら。ようこそお伺いになりました。けせらせらということは、信用と契約が多分必ず出るだろうというふうに、私の予言しておりました。その通り、素晴らしい結果がけせらせらという言葉をいただきました。どうもありがとうございました。続きまして、新婦の元上司、現在は株式会社国際経済研究所で主任研究員としてご活躍していらっしゃいます北村誠様でお願いいたします。北村さんは以前中近東部で新婦と一緒にパキスタンを担当されていらっしゃいました。それでは北村様、よろしくお願いいたします。池田さん、秋元さん、本当におめでとうございます。ご用件の皆様、本日は本当におめでとうございます。ちょっと仰々しいような会社名ですね、働きでご紹介をいただきますと、私自身なんかやはり研究者になったようなですね、気がしてしまうんですけれども、実は私はただのトヨタの社員でございまして、事務員でございます。約1年ほど前にですね、トヨタの子会社であります国際経済研究所に出向を命じられますまで、中近東部で木場さんと一緒に机を並べて仕事をしていたものでございます。そういうことでございますので、会社でもですね、純子さんについて少しここで皆さんにご紹介したいと思います。会社でも純子さんを表すキーワードはですね、太陽のような明るさという言葉だと思います。今までも市民の方とか子会社組関連そういうようなご紹介ありましたけれども、本当に明るい方です。特にですね、その笑い声の素晴らしさというのはですね、他に類を見ないほどでございまして、その明るい笑い声で中近東部中をよく明るい雰囲気にしてくれました。長いこと仕事をやっておりますの人間ですから、ミスをしてしまったりということがございます。まあ、はっきり言って千葉さんもたくさんやってくれました。ただですね、彼女の場合本当明るいですから、いつまでもそれにかかってくよくよしたりすることはないんですね。必ずそのミスをよく考えて、二度とやらないようにするにはどうしたらいいかというふうに常に前向きに考える、そういう姿勢を私いつも感心させられたものと思います。会社生活というのは必ずしも9時から5時までだけではございませんね。その後、同僚や上司とですね、お酒を飲みというのも大変重要な会社生活だと思うんですが、そこでの純子さんも少しご紹介しないとですね、片手落ちになるかと思います。夜の純子さんのですね、表すキーワードは、夜というか、放課後といいますかですね、ノリの良さという言葉だと思います。ノリがいい、すなわち飲みに行かないかというと、2つ意味でついてきてください。お酒を勧めればですね、ぐいぐいと飲んでください。ちょっと冗談を言えばですね、店中に響き渡って、皆さんからですね、振り返られてしまうような笑い声で笑ってください。まあ、カラオケのマイクなんかですね、渡そうものなら、次から次へと歌ってくださる、こういうようなノリの良さ、これを持っていらっしゃいます。まあ、たまにはですね、ノリが良すぎて脱線したこともあったようですけれども、これについては今日は申し上げないことにいたします。さて、そんな明るさ、おおらかさで、周りの人や、それから一応池川さんに愛されていた純子さんですけれども、お二人の生活っていうのは今日から始まるわけですね。スポーツで言えば今日試合開始の笛が鳴ったところです。長い長い試合ですから、お二人の前にはチャンスもあると思いますけれども、もちろんピンチもやってくると思います。そんな時、あなたは
持ち前のおおらかさと明るさでそんなピンチを乗り切っていっていただきたい。それから池川さんとの2人のチームワークも良くして乗り切っていっていただきたいと思います。そしてもう一つ忘れないでいただきたいのは、あなた方の周りには今日こうやって来てくださった方たちやその他の友達がいつもチームメイトとして見守っているということです。私もそんな中の一人として、お二人の末永いお幸せをお祈り申し上げます。本日は本当におめでとうございました。北村様。